ヒョ今日も楽しくゲーム実況プレイは大胆かつ慎重プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はですね、よく広告などで見てました、リネージュ2レボリューション。なんか、レボリューションのあれがちょっとね、芸人さんのあれでしたけど、まあ、やっていきましょう。リネージュ2レボリューション。見た感じね、めちゃくちゃ楽しみにしてたんですよ、これ。PV とか見た感じね、めちゃくちゃ面白そうで。結構ね、RPG 系大好きなんでね、しかもキャラメイクができるっつうわけで、やっていきましょう。バイウム皇帝は神の牽制に挑むため後に傲慢の塔と呼ばれる巨大な塔を建てた。傲慢極まりない皇帝の行為に怒りを募らせた神々により帝国には滅亡が訪れ、エルモアデン帝国の崩壊とともにアデン大陸には戦乱の暗黒期が到来した。領主たちは独立を宣言し、大小の決命が乱立した。そして大陸の覇権を奪い合う終わりの見えない争いが始まった。その混乱のさなか、最も強く最も危険な集団は黒魔術師ベレスを筆頭とする闇の結社だった。闇の結社は権力とは強力な力とその力に対する恐怖から生まれるものと信じている集団で、君主であるベレスが戻るその日まで新たな帝国を築くため大陸を混乱に陥れ、漁師たちの不和を助長した。これに対しベルスが封印されてから最も強い魔術師と言われていたハーディが自らが率いる銀の傭兵団を戦いに投入し、目覚ましい活躍で戦況を逆転させたのだった。しかし勝利の喜びもつかの間、銀の傭兵団所属の英雄キング・フィンとマレロは闇の結社の策にはまり仲間を裏切る。キング・フィンとマレロの裏切りは致命的であり、アデン大陸は再び戦いの狂乱の渦に陥った。同じく銀の傭兵団所属の英雄バルディルはあらゆる混乱を収め平和な時代を築くべく、各地の領主たちと決命士を集めた連合軍を構成する。各地からバルディルを支持する数多くの傭兵たちがこれに加わり、闇と混乱に終止符を打つため一丸となって命を落とした。歴史はこの戦争をこう語っている。闇と狂乱の終焉、新たな時代を切り開くための黎明の戦いと。今のがオープニングが、オープニングクオリティ高くねえかおい。めちゃくちゃ かっこよかった。プラス面白いんだが、もうすでに面白いんだが、リネージュ2さんよ。ちょっと、面白すぎんだろうよ。かつての激しかった時代は、バルディル様がアデン城を手に入れたことで終わりを迎えたの。話せる島が見えてきたわ。知ってる？銀の傭兵団の人たちって、あの島の出身が多いのよ。行きましょう。再びアデン大陸の伝説になる新たな決命を探しに。おっと、キャラクターメイクまだですか？破壊の神ブランカインによって作られた種族で、バランスのいい能力を持っており、どのクラスでも役割を果たすことができます。光の神アインハザードを崇めます。これ この右下の部分の説明読んでくれるのか。今のがヒューマンね。で、エルフ、ダークエルフ、ドワーフと、あと3つあるのか。じゃあ、まあ一番気になるダークエルフは最後にして、エルフ行こう。アインハザードが世界樹から作り出した種族で、他の種族に比べ俊敏性に優れています。世界樹の加護を受けており、水の女神エヴァを崇めます。水の女神エヴァだって聞いたことある気がするが、エルフね。なるほど、うん、女性限定かい、男いるかい。まあ、とにかく次ドワーフ見ていこう。小さいな。アインハザードが
土の精気を吹き込んで作り出した種族で、頑丈な肉体を持っており、とても手先が器用です。大地の神、マーブルを崇めます。なるほど。これは、種族ごとに崇める神が違うタイプですね。っていうか、こんな小さい子がさ、頑丈な肉体を持ってて手先が器用。すげえわ。じゃあ、ダークエルフ見ていこうかな。思想の違いによりエルフから破門された種族で、肌の色が異なるのが特徴です。黒魔法を使用し、死の女神シーレンを崇めていましたが、種族が滅亡する危機に瀕したことで神そのものを否定しています。うん、ダークエルフだけ神様を信仰してなかった。なるほどね。じゃあまあ、うん、皆さんお分かりでしょう。私ね、あの黒色大好きなんでダークエルフできます。準備はいいか。もうちょっと準備は待ってください。ウォリアー、ローグ、ローグ、ローグ、何これ。探検、探検と弓の扱いにあたけたアタッカー。明治、魔法で敵を攻撃するアタッカー。ウォリアー、接近戦を得意とする戦士。この双剣がいいよね。またね、この双剣がいい感じだわ。これだわ。てかこれしかありえねえぜ。ヘアスタイル A、B、C、おー、おー、もうちょっとないか。もうちょっとないか。まあ、うん。うん。金木くん大好きだから私、白髪でいこう。ザコ、動きを見る。A が、なんか、勝ち時を上げる。わーお、なんじゃ今の衝撃波みたいなやつ。C はめちゃくちゃ回転してんな。調査兵団か。なるほどね。うん。これは、名前は、ミヒトくん、ミヒトくん。ミヒト。オッケー、オッケー。おい！戻ってまいりました。では、ミヒトでよろしくお願いします。お、これでいいのかな？キャラクターを作る枠が4つってことは、一応4つの種族で全部できるのね。なるほど。じゃあダークエルフのミヒト君でいきましょう。プレイする。ん？これはもう始め、待ってましたー。ん？ザ・港って感じがしていい。こういう港大好きよ。浮いてたぞ今。話せる島は初めてですか？初めてです。ここをタッチするとクエストが自動で進みます。タッチ。おお、自動クエスト中。初心者に優しい。ごきげんよう。港管理人プシュケ。ここは冒険家とし、ここは冒険家として実力をつけるのにふさわしい場所です。まずは小さなことから始めて徐々に慣れていくといいでしょう。傭兵隊長ダグラスに頼めば仕事をもらえます。港の入り口にいますから行ってみるといいですよ。ダグラスって白猫のキャラですかね。違うか。オッケー、これでクエスト。島はいつも人でいっぱいだわ。イリカが喋ってる。頑張ってここに平和を運んできてほしいわ。せやな。あ、でも私はこれからもあなたと一緒よ。離れたりしないからね。はい、離れたりしない。ありがとうございます。よろしくお願いします。で、なんかクエストクリア。そっか、あの、傭兵隊長訪ねたからいいのかな？クエストが完了したら、はい。自動クエストは中断される。もう一度タッチしてくれ。これがダグラスですか？すげえキャラだが。ここには何の？すげえ顔だな。歴戦の戦士じゃん、もう。よくぞ、歓迎するぞ。仕事ならいくらでもあるが、その前に君の腕前を試させてもらうぞ。手始めにこの周辺にいる狼を倒してくれないか。狼を、もう苦労を倒す。なるほど。はい、自動クエストしてると勝手に戦ってくれるパターンか。待ってくれよ。お、戦っちゃう。戦っちゃう。ちょいちょい。あの、右下のこの剣と縦ボタンを押すと攻撃してくれて。右下見てるあの数字の3、2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 、
あ、なるほど。コクロ5匹を倒したので、ダグラスさんと、クエストクリア。これ、ほとんど操作してないんだが。ほとんど操作せずにクエストが進むっていいですね。最後の練習だ。最後の練習だ。もう一度ここをタッチして、私に話しかけてくれ。これ声優さん誰？魔物が増えたな。こんなに仕事が早い冒険家は初めてだ。なかなかやるじゃないか。それじゃあ早速仕事に取り掛かってもらおうか。狼を狩るとき近くにヒグマもいたはずだ。港と村を行き来する商人たちがひどく困っていてね。今度はヒグマを退治してくれないか。もちろん今度はただ働きじゃない。期待していいぞ。ヒグマを倒す。なるほど。クエスト受注して、失礼しました。一旦ここら辺で終了といたします。ちょっとね、うん。この世界に浸りたい。ちょっとこの世界ちょっとね、自動クエストじゃなくて、ちょっと自分の好きなように歩き回ってみたいので、ちょっと今回はここら辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。